はい、どうもゆうたです。今回ですね、ちょっとレーシングドライバーの柴田選手に道場走行していただけるということで、TC 戦なんですけど、早速ちょっとポイントだけ教えてもらってもいいですか。はい、このコース、TC 戦その後に1キロのコースですけど、やはりそのタイトなコーナーが多いので、特に四駆の車は、我慢してなるべく加速のところで稼ぐようなイメージを持って走られると良いんじゃないかなって思ってます。わかりました。じゃあ早速ですが、はい、ちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。めちゃくちゃ速そうな車ですか。ありがとうございます。今走ってても38秒3だったんで早っ。目標は37秒なんで、すごい。ちょっと勉強させてもらいます。うまく乗れるか心配です。 AB さん普通に聞くんですか。聞きます。車中もあるんで、晴れちゃうんですね。
なんかもっとフロント無理くりタイヤのいいとこを使っていきたいのに、今無理くり行ったらなんか道が足んなくなるみたいになっちゃって、アンダーっぽい、そうそう、ちょっとアンダーっぽくなっちゃった。なんか4駆の割には、4駆の割っていうかダブル FX の割には割とアンダーな感じが、はい、ああ本当ですか、結構強くて、なるほど。今の少しの周回でなんか止めて行った方がいいのか、放り込んでコーナリングさせたらいいのかな、ちょっとどっちがいいんだろうなみたいな感じに今なっちゃってて、やどっちの方がやっぱ速いんですかね、4駆。こういう、まあ、結局はそのトラクション性能を生かした方がいいと思うんです、はいはい、でバシッと止めてバーンと行った方がいいと思うんですけど、はい、まあ、この車に関してはその止まる方もちょっとフロントに乗りすぎちゃって、荷重が乗りすぎちゃって、はい、ロールアンダーみたいな感じで、ちょっとすごく抑えても曲がるのがちょっと辛い。あ、そうですよね。なのでもうちょっとフロントがちょっとしっかりさせて、そこの単位のところの領域だけ少し上げるだけでも走り方一緒でも良くなるかなみたいな。なるほど。でもまあまあ、ね、馬力とかはまあ別に置いといて、はい、本側のトラクションは結構あるんで、あ、はいはい、そういった意味ではブレーキから単位のところだけでもうちょっと稼げるとすごい良くなるかなみたいな。何をチューニングすれば良くなるんですかね。なんかまあ単純にフロントの足回りが少しソフトすぎるかなっていうところなので、でなんか全体的な硬さよりもそこにロールしていくところのロールスピードがちょっと速い気がするので、まあ、パッとやるにはフロントがもう少し縮む側が硬くなってた方がいいのかなっていうのと、あとオンした時は逆にもうちょっと巻いていきたいのもあるんで、はいはい、そういった意味では少し浮き上がり現象にあるので、もう少し伸び側も、うん、縮み側も伸び側ももう少し硬い方が、はい、この車に合うような気はします。なるほど。でなんかおそらくそれを補うためにちょっとフロント下がりの車高になってる気がして、多分自分でそうしてるのかなと思ってあ、そうです ね、それをなんかダンパー側で調整できれば、はい、もうちょっとフラットな姿勢になって前に荷重が乗りすぎずにいけるのかなみたいな気はします。なるほどです、ありがとうございます。いえいえ、ちょっといまいちな走りでしたが、いえいえありがとうございます。また遠慮なく言ってください、はい。